夏バテに困ってるっていう話をしたんですけど、なんか最近対策っていうか、なんか攻略法を1個見つけて、なんかある日の食卓に一味が置いてあって、私辛いものはそんなに得意じゃないんですけど、なんかふとかけたくなって、なんか食べてみたらすごい、やっぱり暑い日に辛いもの食べるってなんか爽快な感じがして、なんかそれがなんかいいなと思って、なんで辛いもの急に食べたくなったんだろうと思って調べたら、なんか夏バテにはカプサイシンがすごい効くらしくって、なんか知らない間になんか夏バテを攻略してたみたいで嬉しかったです。おー、皆さんもぜひ試してみてください。はい、次の曲は、夏にぴったりの曲です。聴いてください。サマーソング。